はい、えー、ご覧いただいているのが昭和30年代の渋谷のこれ、ね、様子ですけどもアスファルトもなくなんかみんな自転車で走ってたりねとても今からじゃ想像できない戦後のどさくさの時代でございますいや、ひどかったですよねこの時代にこんなおもちゃがありました原子爆弾何なんでしょうねこれはねなんとも不気味なおもちゃが昭和30年代に 販売されていたと聞いています。そして私、昭和40年代生まれなんですけども、私もこれね、実は見たことがあるんですよ。恐ろしいですね。さらにこんなものもあります。水素爆弾、200円というね。子供がこんなもので遊ぶ時代ですよ。どういうことなんでしょうかうん、やっぱり日本にとっては屈辱的な、あ、裏にね、水素爆弾の遊び方って書いてますけども。原爆撃ち込まれた国が、わ、こうやって原爆や水爆で子供たちが遊ぶんでしょうか何なんでしょうかね、これはね。 いや混沌とした昭和の時代を物語る一つでした。